行きます。안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미영입니다。前回は勉強しやすい K-POP をね、おすすめしてほしいって言って、まあ、ミオに選んでもらったけど、今回も同じような感じで、勉強したくなるような、そういう K-POP をね、またチョイスしましたんで。はい、ありがとうございます。前回聞いたやつは、プレイリストにすぐ入れて、ずっと聞いてるから。そう、あの皆さん、ミオ結構ね、家で口ずさんでるんですよ。ほぼほぼの曲、家で流したら、二人で熱唱してるのかな。さあ、ということで、はい。一曲。一曲披露を投げんでそれ勉強してみてもやっぱりランキングはそのまんま、いや結構変わってるよ。じゃあ今何が1位の、うん、1位2位は変わってないかもね。1位がドレバネソ、2位がジョンニーやろ。うん、 I believe は内容を勉強した結果、うん、通常表現じゃないのが多すぎて。じゃあそれに何が入った今、ユナさんのあれかな。ビビバの歌えるぐらいめっちゃ聞いたかもでも耳慣れはめっちゃできた。それは本当にそうかもしれない、うん、やっぱり効果あったと思うよ、うん、本当どうも。あ、もう一個言っといていい？はい、うん、アイユーさんはもう全然バッチリ聞いてるからもはや別枠でもうシンプルにファンっていうそれ言ったらまたコメントに、じゃあ早く前あれし見てくださいって言うんで見てますよ現在進行形でバッチリ、はい、現在進行形なんでもう少し、はい、待ってください。今回は16曲選びましたね。今日も言ってもらってベスト3を選んでほしいなと。まあベスト5とか3って言われたのに勝手に5にした気がする。ベスト5でいきましょうありがとうございますワースト1はなくてもいいかな。おー、前回のあのすんごいラップね。この人やばくない今回はそういうのないです。皆さんが前回がちょっと、あ、ちょっとひどすぎたなと思ったかわからんけどおすすめ曲にちょっとそういうのがなくなって、ほぼ本当にミオに聴いてほしいやつが結構、あ、嬉しい、うん、詰まっていましたんで、じゃあ今回の最初の曲はこれ読める、ユンドヒョンベンドゥ、そうそう、ノルポネゴ、うん、私を送る、あ、私を見て、ノルポネゴ、あなたを送った後みたいな、またジョンニーみたいな切な、でもバンドやもんね。そやな、もっとこうこういう感じのイメージやけど、バンドって聞いただけやと。どうでしょう、どうでしょうじゃあテイク2 もう使われるんやねいきます、はい、バンド感出たね。あ、確かに。왠지네가살고있는나라일것같아서창문들마저도닫지못하고하루종일미카스레고에있었지미카스레고에삶의작은문턱조차쉽사리넘지못했던너에게나는무슨말이하고파서였을까번창번절이마다너를남기고돌아서는내게시간을
いいね。マジで久々。すごい。バンド？バンド。いいね、このかすれ声。ああ、いいね。最後の方のこう語尾の、ね、っていう。いい、いいです。良いです。さすが皆さんが選んでくれただけあって。はっきり言ってくれるね。あーそやな、うん、通りこのあのサビの、うん、ボンさんから始まるけど、うん、みんなでボンさんっていう、ね、それ曲でした。覚えておいてくださいね。はい、はい、さあ次、はい、くる運命運命運命おう運命おう知ってる単語いきます。はい、なんかムーディーやな。ムーディーっていう。これね、ちょっと矛盾点なんよ。え、登場人物だって男の人と女の人2人やろ、結局。そう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 。最後のやつって男の人が言ってたよね。そう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 。ちょっと分かんないですね。でも、この本当に当時めちゃくちゃ流行った。なんかすっごいアニメの主題歌感がすごい。あ、そうだったんや。すごかった、うん。なんか昔の日本のアニメでなんかこういう歌よくあったから。あ、そうなん。なんかこういう。はい、これが2番目の歌でした。衝撃やったね。ね最低やろ。最低なんやけど、最後のですごい最低さがちょっと忘れるぐらい、ってなった。次です。読んでください。キンボンスポゴシッタ。この歌もね、有名な歌です。逆に有名じゃない歌って。そうですね、すみません。全部有名です。はい、行きます。はい。音立てると思う。
物足りないよこうカラオケ屋じゃないんですけどにいい。いやいい曲ですな。いいドラマの歌かなんか。日本でもめちゃくちゃ流行った天国の階段。あ、聞いたことある。の OS です。あ、なるほどね。さっきノルボネゴ。モンさん、ボンジョリーマーなんだやんか。これも道ってさ。体で歌ってたもん。ね、わかる？うーんみたいな。今回もちょっとね、序盤から耐えられない状況が。どうだ。金光석、이등병위병치。あ、お、手紙。お、何々の手紙。はい。이등병。名前？人の名前で이등병って、まあちょっと辛いな、その子。一生からかわれる。あ、ごめんごめん。これね、日光兵なんよ。おお、わかんな。やめようやめよう。ちなみにこの人の名前聞いて見覚えなかった？金光석。あ、前回出てきた？はい。あれや、チリになった。おー、それです。ねえ。その人の曲です。前回の動画のそのコメント欄に金光석さんにやったらこれでしょっていうことで、あ、まあ、おすすめされて、うん、いきます。はい。집떠나와열차타고훈련소로가는날부모님께근절하고
내 문 밖을 나설 때 군련조 때 것도 조회 가슴 속엔 무엇인가 아쉬움이 남지만 불안 포기 친구 얼굴 모든 것이 새롭다 이제 다시 시작이다 젊은 날의 생이여 친구들아 군대 가면 편지 꼭 해다오 그대들과 즐거웠던 날들을 잊지 않게 열차 시간 다가올 때 두 손 잡던 뜨거움 기적 소리 멀어지면 젊은 날의 꿈이여 これ当事者やった。ちょっと泣いちゃいそう。짧게 잘린 내 머리가 처음에는 우습다가 거울 속에 비친 내 모습이 굳어진다 마음까지 뒷동산에 올라서면 우리 마을 보일런지 나팔 소리 고요하게 밤하늘에 퍼지면 이등병의 편지 한 장 접어보내요 이제 다시 시작이다 젊은 날의 꿈이 なんかその時期に聞いたらめちゃくちゃ心に来そう多いパターンが、うん、軍隊に行く前に友達と会って飲んでカラオケ行ったら友達がこれを歌ってくれるねそれでお互い泣くっていううんちゃんも経験したこう歌い方とかも含めてもうすごいやんかもう、うんうわーなるやんかなるなるあこれこれ短く切られた見た瞬間にうんちゃん の, あの軍隊に入った時の証明写真バーって思い出したもん俺見せたっけ見せてもらった写メも撮った汗やっけ丸くなってねみんなその髪型に行くねこういう歌ですなるほどねさあ次イヨンピョンチェニョン私の年
ちゃうな、チェーちゃうな。お、女の人ですね。はい。おえー。いきます。はい。ビッグモム。あ、グループ？うん。グループの一人。そして作ったみたいな。ソロってこと？そう。행복해서너와의시간들아마도너는힘들었겠지너의마음은몰랐던건아니야나도느꼈었지만널보내는게널떠나보아직은익숙하지가않아그렇게밖에할수없던네가원망스러워送るね送り出すね本当に幸せを願うって願うよね最後にえこの人の声好きあビッグママっていうのはそう4人のボーカルグループなんやけどイヤンイヤンっていう人がこの歌は自分で作って出したこの歌もねめちゃ有名で特にこの時期歌手志望生たちとか、結構この歌使ってオーディションとか行ってたらしいよなるほどねすごいね気持ちよさそう確かにこれが歌えたら歌えたら歌えたら次行きますこぶんこぶぎおカメおピエンギお飛行機おおおもうサマーって感じやなサマーやなサマーやないきますねはいあもうなんかイメージ通りやわサマーやなうんチャビを一個なさん。バカ噴射魔女と一緒に疑問。笑顔
飛んでった飛んでった飛んでった最後いいね、確かにサマー曲やな、可愛い、なんか歌詞も。コブギっていうグループもこの当時は結構流行っててラップがメインのグループだったりもするんだけど、うん、まあでもねいい感じのこのね、うんうん、ノリノリの曲が多くて人気あったんだよね。いいね、なんかあのドライブの車内で聞きたいこれもね結構ねおすすめあって、うん、なんかミオが好きそうって言ってて、あーなるほどね、こういう、はいはい、こういうね気分良くなるね、いきます、はい